はい、皆さんこんにちは。今日もつまらない動画のシリーズでお送りさせてもらいます。今日の動画はですね、この260キロ近い GS、 これをですねくるっと回して一番遠い駐輪場にくるっと入れてみようと思います。すいません、ちょっと表現が悪かったですね。この GS もうぶん投げてあそこにぶち込もうと思います。では今日もよろしくお願いいたします。ではやってみます。重い重いと思われているこの GS、 実は おりゃ、この狭い駐車場に実は簡単に入れるんですね。はい、せーの。はい、こんな感じでズバッと。まずはですね、一番奥に GS を置くという時点でまず大変なんですね。で、二つ目の理由がここ、この配管スペースがありますんで、この長さとこの長さ、これ GS の方がこっちの方が長いんですね。なので普通に入れますと何度も繰り返さないとダメなんですね。で、最後に壁にグッと寄せるにあたって、あそこにでっかいボーリングの球みたいなエンジンがありますんで、ここをグッと寄せ切るっていうのはここ何十往復もしないとダメなんですよ。ところが、はい、これバイクムーバーがあると実はあっという間にできてしまうんですね。やはり260キロあるバイクとなると、こうやって出すだけでも非常に大変なんですけども、ほらこんな感じで足だけで軽く操作をして、こんな感じです。で、これをそのまま入れますと結構大変なんですよ。ここからバイクムーバーなしでいこうと思ったら何度も切り返さないとダメ。意外とこの空間も狭い。ということで、SS でね、まあ実際は切り返しは何度でも、まあ軽いんでいいんですけれども、このバイクっていうのはなかなかね、こういう狭い空間で移動させるっていうのはなかなか難しいんですね。ということで今日はね、このバイクムーバー、この2セットのご紹介になりました。過去にもですね、一度これご紹介させてもらったんですけれども、やはりこのクラスになるとこれ一つあったらいいかなという動画になりました。ではもう一度やってみますね。簡単で、部品はこの鉄の塊が2つ。先にスタンドをこういう風にかけて、上げて足でちょんとしてあげます。で、リアの方に挟むだけ。そしたらもう260キロが、はい、こんな感じで動きます。まあ路面のね、悪いところだとね、やっぱりタイヤの転がりが悪くなるので、ここまですれば一気に、はい。まあ、たまにこういう風に抜けますけれども、それでもね、路面が良ければこれで滑っていきます。これ一つでも十分。で、足で蹴り飛ばして、ぐっと。はい。こんな感じで一気に行きます。で、ここから切り返し、大変になるので、さあ、ここの切り返しなんて一番やりにくいですね。そういう時はこういうバイクムーバー。これを先にセットしてもらって、足でかけます。そして、こちらをリアのタイヤに入れて、これでグッと方向転換。はい。これで一気に角度がつきますよね。はい。こんな感じで、この大型バイク。はい、一気に来ました。はい。ほら、ドンと行っちゃいましたね。今の一振りで行きました。で、ここからこれを寄せるっていうのが意外と分かる方は分かると思うんですけども、寄せにくいんですよ。で、このスタンドムーバーをかけてあげて、で、特にエンジンがですね、張り出ていて大きいので、寄せるっていうのがこれ意外と難しいんですね。で、このまま、このままガチャンと踏み込んで押してあげるだけ。はい。そしたら、ほら、
数センチ単位まで一気に寄ります。はい、こんな感じです。今日の動画はですね、260キロのバイクぶん投げてみましたという動画になりました。皆さん今日もありがとうございました。バイビー。